咲くのはくにちゃんが選んであげますからね。ガンモにする？それともたくまき？ほんでもおいしそう。自分でやるって。また遠慮して。松田さん、せっかくのくにこさんの歓迎会なんですから、もっと愛想よくしてくださいよ。あ、そうだ、今日は僕おごっちゃいますから。いや、太っ腹。鴨田さんって気前がいいのね。そんな。はーい、あーんして。照れるな。あーん、あれ、ほら早く工作ったら。その工作っていうのはやめろ。大体君は何のつもりでそうなれなれしく。この間もそうだ、山田さんの前で。あん、そんなに怒鳴らなくった。松田さんのせいですよ。邦子さんがかわいそうじゃないですか。わかった、食えばいいんだろ、食えば。気の済むまで食ってやろうじゃないの。ほんと、じゃあ、あーして。はい、これも、あれも、それからこれも、はい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 。あ、食えない、半分に食えない。からしね、からしつけるの忘れちゃった。まとめて、はい。大丈夫ですか、松田さん。わあ、豪快な飲みっぷり。くにこ惚れ惚れしちゃう。松田さん。まいった。あの、くにこさん、もう遅いですし、松田さんなら僕がアパートまで送っていきますから。だってこんなに悪酔いしてちゃ、誰か看病してあげる人が必要だわ。私のことなら気にしないで。でも。おやすみなさい。じゃあって、あの、あ、母ちゃん。くずぐったいってば。松田さん、信じてますからね。君も嫁入り前の娘だろ。それがこんなことしていいと思ってんのかよ。ひどい、私を誘っておいて。誘った、俺が君を。よく覚えてないんだけど。なのに工作ったら、クニコのこと、しだらな女みたいに。ごめん、俺が悪かったよ。謝る、何でもするから許してくれ。本当に何でもする？本当？とにかく今日はもう寝よう。ね。おやすみ。嘘つき。おやすみ。嘘つき。稽古中に何をぼーっとしておるのじゃ。昨夜も遅くまでくだらん受験勉強なんぞにうつを抜かしておったんじゃろうったわけが。もう一生懸命勉強して叱られるのはうちくらいのもんだわ。確かにわしはお前がミーハー女子大を受験するのを許した。三つ葉女子短大です。じゃがそれも今度の試合に出るというのがあくまで条件じゃったはずじゃぞ。
言われなくても分かってます。よかろう。では少年を入れ替え、稽古じゃ。くいやら。はい。稽古もします。試合にも出ます。でも受験もちゃんとやってみせるからね。昨日はごめんなさい、クニコか。結構いいところもあるんだ、あの子。聞いちゃった。まだいたのかよ松田さん。やっぱり本当はクニコのこと。はい、松田です。今何時だと思ってるんだ、バカ誰が。会社なんて休んじゃえば。バカよせ。貴様、よりによってこんな大事な時に会社サボって女を連れ込んだのか。やっぱり邦子さんがいるんだ。見損なったぞ松田さん。お楽しみのところ申し訳ないがね、いいかいる男、耳の穴かっぽじってよーく聞け。なんですって、八原さんが全沖大会に出場する。女とイチャイチャしている暇があったらとっとと取材に行け。何ビービー泣いとるんだお前は。やったー、受験やなんやで八原さんの柔道への熱も冷めたかと思ったけど、そうじゃなかったんだ。これならバルセロナ五輪出場もぐっと現実的になってきたぞ。何気張ってんの工作。待てよ、全沖大会といったら彼女の受験する三葉女子短大の入試日の前日じゃないか。受験諦めたのかな。仕事熱心なんだから邦子や気持ち焼いちゃう。やめろっちゅうに、こんなことしてる場合じゃない。あ、どこ行くの。仕事に決まってんだろ。食事は帰ったら食わしてもらうよ。もう何ですって、猪熊やわらが全沖に出場申し込みよ。本当ですか徳永さん。ついに決着をつける時が来たのですね。ですがそのもうすでに出場申し込みが締め切られておりまして。そうですか、残念ですね、黄金の対決が見られるところ。関係ありませんわ、締め切りなんて。おいくら必要ですの。いや、こういう問題はお金ではどうにも。ねえ徳永さん。なぜですの、なぜお金ではどうにもなりませんの。我が本阿弥家の力をもってすればそんな出場申し込みの期日なんて何でもありませんわ。徳永、その大会のスポンサーを早く調べてきなさい。お金ならいくらでも出しますわ。はい、では一応。ついに決戦の時が来たのですね、風祭りさん。あ、はい、そうですね。ああ、試合に出る。星も食わんか、うまいぞ。ああ、どうも。じゃあ、本当なんですね。今の時期にもたもたしとったらバルセロナで金メダルどころか出場もできんからな。その通り。安心せい、もうあんたらをじらすのも飽きた。ダーッとオリンピックに出て金メダルまで一直線に突っ走るぞ。そうこなくちゃ。しかしちょっと待ってください。今度の試合の翌日は三葉女子短大の受験日なんですけど。なんじゃそりゃ、やわらは西海大学に入って柔道部に入部じゃん。話が違うな。それって本人も同意してるんですか。当たり前じゃん、やわらが進む道が他にあるか。そうか、しかしあれほど行きたがっていた三葉女子短大なのに。どうでもいいが、その後ろでちょろちょろしとるのは何じゃ。あ、我がクニコです。クニちゃんって呼んでね。クニちゃん、なんでついてきた。だって二人は一心同体、おしどりコンビ。何が。日刊エブリの新しいカメラマンです。よのしどん。こりゃまた、はや、見事な売れ具合じゃ。やだおじいちゃまったら。あいつだ、おい、ちょっとこっち来い。
おい、もう触ったか。なに、その様子では二人ともいい仲になってまだ間がないようじゃな。いやだ、わかります。何がわかるんだ。何が。はい、やわらちゃん、元気してた。こんにちは。どうも。この人ったら一日中あなたの話ばっかりなのよ。ほんと仕事熱心なんだからね、工作。それはやめろって。だってもう他人じゃないんだもの。おい、昨日の夜もすごかったんだから、工作。なんちゅうセキララな。違うんです。あ、つまり昨日は酔っちまって、だから、そのそうですか、よかったですね。松田さんも素敵な彼女ができて。いや、だからそれは素直にお礼言ったら、工作。さあおじいちゃん、明るいうちに稽古しましょう。よかろう。試合を控えてついにやらも燃え出したわい。あんたらもうまくやれよ。やわらさん、猪熊さん、ちょっとあの、待って。バハハイ。いやらしい。どうせ私はお色気だってないし、胸だって小さいですよ。そうじゃ、その気迫じゃ、やわら。だから無理だって言ったでしょ。おかしいですわ。なぜあれだけお金を出したのに、この私が出場できないんですの。お金の問題じゃなくてですね、その、まったく、どこまで悪運の強い子なんでしょう。呆れ返って物も言えませんわ。猪熊やわら初段、久々の登場です。バルセロナ五輪へ向けていよいよパワー全開か。昨年武道館で衝撃的なデビューを飾った猪熊やわら。しかし戦績が少ない分、バルセロナ五輪出場のためには何としても負けられません。さてと、さっさと試合済ませて明日の受験に備えなくちゃ。やわらさん、いつものようにズバンと決めようぜ。ズバンと。やわらちゃん頑張って。工作と一緒に応援してるから。だって二人は二人三脚ベストカップルね。ねえ工作。やめろって言ってんだろうが。もう照れちゃって、工作ったら。いやらしい、仕事中にイチャイチャしちゃって。ねえ、まあみすぼらしい大会場ですこと。これではうちのチャールズの犬小屋の方がずっとマシですわ。ねえ風祭りさん。え、さやかさん、風祭りさん。おまみさん、ぜひインタビューを。一言お願いします。胸の内を。猪熊さん、私一言激励に参りましたの。さぞかし私が出場できなくてホッとなさってることでしょうね。さやか、心よりお喜び申し上げますわ。さやかお嬢様め、いても立ってもおられず出てきよったな。でも観客の皆様にはご同情いたしますわ。だって私の出場しない大会なんて、プリマのいないオペラ、白鳥のいない湖も同然ですもの。ではこんな地味な試合で活躍なさる猪熊さんをじっくり拝見させていただきますわ。フィアンセの風祭りさんとご一緒に。おほほほほほ。頑張ってください、やわらさん。何が激励だ、あの意地悪お嬢様め。風祭りも風祭りだ。やわらさんの気持ちを知っていながら手に手を取ってのこのこと。この工作ったら邦子を一人にしちゃうや。離せこのバカ。いや、はじめ。何よ、やわらやわらって。
何もあんただけの大会じゃないんだからね。みんな楽しそうに、私ばっかり。有功、これはどうしたことか。猪熊やわら、小林二段に一方的に攻め込まれております。この大バカ者が場外。猪熊はかろうじて場外に救われました。ブランクが響いたか。猪熊やわら、早くも有効を取られてピンチです。これは大番狂わせがあるかもしれません。どうした、しっかりしろ。そうよ、せっかく工作と一緒に応援してあげてるのにね。早く位置について。山田さん、あんな技で倒れるなんてみっともないですわね、え風祭りさん。なんで私ばっかり汗まみれになって技の応酬してなきゃいけないの。はじめ。なんで私ばっかり。一本で出た、殿下の宝刀一本背負い。やはり強い猪熊やわら、一回戦を順当に勝ち抜きました。よし、そうこなくちゃ。やわらさん、やんなっちゃうな、このバカモンが。なんじゃ今の試合は。うすらぼーっとしとって有効は取られるわ、決め技はやけっぱちだわ、ナットラン。へっ、今のような試合をしとるようでは明日のミーハー女子大の受験をさせるわけにはいかんぞ。だってもあさってもないわ。西海大学柔道部で鍛え直してもらうぞ。わかりました、ちゃんとやるわ。たくぶったるみよって。どっちにしろやわら、お前は西海大学柔道部に行くしかないのじゃ。ミーハー女子大なんて行った日にはますますぶったるんじまうわい。へえ。一本。一本。強い。ますます冴え渡る猪熊の一本背負い。ついに決勝進出です。今はとにかく早く試合を片付けなきゃ。やわらさん、いいぞ。やわらさん、その調子で決勝戦も行こうぜ。もちろん、やわらさんなら絶対に大丈夫ですよ。ありがとうございます。お二人ともその調子で頑張ってくださいね。あ、なんか怒ってるみたいですね。当たり前だろ風祭り、あんたが本阿弥さやかとイチャイチャ観戦してるからだよ。松田さんだって何ですか、あのやけに戦場的な女性は。あれはただのカメラマンだよ。あら、ただのはないでしょ。工作とはただならぬ中の科学ニコです。あのな、クニちゃんって呼んでね。こちらこそ、くにちゃん。松田さん、猪熊やわらはやめてこちらの方に乗り換えたんですの。乗り換えた。そうよ、やわらちゃんのことはあくまでお仕事。あんな子大したことないもんね。あら、気が合いますわ。本当にその通りですわ。あんな子大したことありませんわよね。さあ、いよいよ第3回全国大会決勝です。ここまでオール一本勝ちで進んできた猪熊やわらか、第2回大会の優勝者、神田女子体育大学の小川珠美か。あれだけドヤしつけておけば大丈夫じゃろ。さっさと決めい、やわら。始め。
もう余計なこと考えるのやめた。これが終わって早く家に帰って受験勉強の総合点検しなくちゃ。明日試験なんだから。私にはもう嫌。あんな足払いごときに何をやってるんじゃ、バカ娘が。もらった。しましたね。ずいぶん嬉しそうですこと。たるんだ試合をした報いじゃ。あれでは明日の試験無理じゃな。どうしよう、これじゃ試験の時鉛筆が持てない。右手捻挫しちゃった。